皆さんこんにちは、柳井ゆむなです。はい、本日はじゃーん、馬刺し。美味しいんですよ、馬刺しは。本日はですね、大人気シリーズ、大人気なのか分かんないけど、お得意の利き馬刺し、イエーイ、馬刺しが食べられます。今日のこの馬刺し、本当に2個しかないんですけど、今日はどっちかが福島で、どっちかが熊本の馬刺しらしいです。熊本も馬刺しが有名なんですかね、ちょっと私分からなかったんですけど、福島の会津の方で馬刺しはとても有名です。よく食べますね。私のお父さんも馬刺し大好きで、なんかいろんな部分の馬刺しを食べてますね。ライオンのこれなんていうんですか、たてがみ、そう、たてがみっていう馬刺しの部位もあるんですよ。いろいろあって美味しいんですけど、私はこれのやつが一番好きですね。絶対今日は2択だから簡単、当てれると思います。ゆめなの夢、まずは試食からいきますね。いつもはお醤油でいただくんですけど、本日はお味噌です。美味しそう。いつもは醤油、お醤油に辛い味噌、辛味噌、真っ赤っかのやつがあるんですけど、それをつけて食べてます、お家では。ではまずこっちからいただきます。おいしい。超おいしいじゃん。待って、食感とか覚えとかなきゃ。目隠ししますからね、今日は。なるほどね。では次こっち、見た目若干違うんですよね、結構見てわかるぐらい、色の濃さとか形とか。馬刺し美味しいです。最近やってなかったの、これ。うん、美味しいね。合いますね、この辛いピリ辛の味噌が。やっぱし、やっぱし、いつも食べてんのこっちだから、見た目的に食べ終わったら言おうと思ってたけど、こっちが福島だって思ってましたよ。あ、絶対当てれますね、今日は。やっぱ、すいません、罰ゲームないです、今日は。ごめんなさい。なんかいろいろね、聞きやってきましたけど、これは当てれます、絶対。今日は癖強め。では1個目いただきます。うまい、うまい。いや、もうすぐ分かりますよ、こんな。ちなみに福島県です。理由は、もう口に入れた感じの、まずもう形でわかるし、筋っぽさが、熊本の方も全然噛み切れる美味しさなんですけど、福島のやつはもっと少ないんですよ、筋が。すぐね、結構柔らかい感じがありますよ。ということで、これは福島県のやつです。はい、それでは2つ目いきます。いただきます。うん、はい、これが熊本です。もう分かりました。うん、熊本です。いや、簡単ですよ。今日はもう二択だし、いつも食べてる馬刺しだったんで、福島のは。いや、ちょっとレモンサワー飲みたくなっちゃった。外してたら、じゃあ今回は自信あるからいいですよ、それで。だけどいいでしょう。はい、イエーイ。はい、勝った。勝ちました。もう口に入れた、もうね、あの形、あの下でね、分かるんですよ。あ、
でも熊本の馬刺しは私多分初めて食べたと思うんですけど、美味しいですね。熊本県民の皆さん美味しいです。熊本の馬刺しもいい勝負ですねはい、ということで今回は大正解ですねえ、まあ、2択だったからあれだけど、ちょっといつもね、聞き丸々半分正解で半分外れとか、そういう微妙な結果ばっかだったんで、今日は正解できてよかったです。福島の会津のお寿司美味しいので食べに来てくださいね。私も前バイソシ食べれなかったけど、お父さん食べてるの見て1枚もらってみたら美味しくて、そっからハマっちゃったんで、タンパク質もたっぷりだし、筋トレしてる方もめちゃめちゃおすすめなので食べてみてください。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。